大葉のピリ辛醤油漬けの作り方。調味料とみじん切りにしたネギを混ぜ合わせて漬けダレにします。大葉の軸をキッチンバサミで切り落とします。流水で大葉を丁寧に洗います。洗い終わったらよく振って水気を飛ばします。大葉、漬けダレ、大葉と交互に重ねていきます。ラップで蓋をして、漬けダレに大葉が浸かるようにします。冷蔵庫で1時間から2時間ぐらい置きます。大葉のピリ辛醤油漬けの完成です。